はい、こんばんは、ゆうです。前回がですね、もう2022で発表されたバージョンアップのティザームービーのシン・ヤララについてちょっと、考察してみたんですけど、今回は、各キャラのバランスアップデートのところをちょっと見ていきたいなと思います。今回はラース・アレクサンダーソンさんアップデートについて見ていきたいと思います。皆さんご存知なんですけど、はい、0.25 倍速で再生します。で、これはウィンドライガー4両 P で出る技ですね。今の性能は発生が21、2発目のガード時がマイナス11、ヒット時地上切りもみ状態を誘発で、確か有利フレームが少ないプラロックとかだったよねっていう性能でですね、なかなかホーミング目的では今使われなくて、ホーミング目的で使うんだったら、シェブロンスラッシュ後ろ 4LP とかが使われていて、なかなかこれ見かける機会がないんですけど、この動画から察するに、リーのワンツーミドルキックを出しているところにヒットして、一発目がヒットしている状態でのけぞりやられで、二発目でスクリュー誘発ということなんですけど、これは今の時点の性能でも二発目は空中ヒットでスクリュー誘発するんで、変わったのは要するに一発目なんですよね。この地味な一発目の性能は変わってるんですよ。ここが変わってて、これがカウンターヒット時にのけぞりやられになってるってことですね。今まではただの地上だったんですけど、これがのけぞりやられ、なんか右アッパーをしゃがみで食らうと、なんかこういうやられする右アッパー持ち主いるじゃないですか。レオとか、他のキャラもそうだ、ポールとかファランとか、結構ノーマルな右アッパーとかね、あんな感じのやられになって、つなぎの早い2発目が、空中ヒットしますよって感じですね。で、これは一発目で、要するに一発目で浮かしてて、コンボの初段に直スクリューの技を入れてるって感じなので、1刻みの状態から空中コンボがスタートするので注意が必要ですね。直スクリューといっても、例えばジンの右回しとか、ボブのボブ風みたいに、もうザ直スクリューじゃなくて、これは1刻みされてるんで注意って感じです。それなので多分コンボの初段に入れる技も補正がかかりますし、あまりヒットバックが少ない技で大きな技を入れようとしても、いつもの技で拾えないみたいな感じもあるんで注意ですね。そもそも、よく考えるとラースってフラッシングドライブとか 3RPLP かな、トリガードスクリューですね、伝統的な潜り技、潜りつつもリターンが取れる技が多い、その中でこのウィンドライガーをどう使うかってところだと思う、どう使ってほしいかってところだと思うんですけど、これ潜り性能は、動画にあるような感じで結構ありますし、結構姿勢低いでしょ、これここまで下がってるからね、潜り性能はかなりあるし、マイナス11って結構マイナス12とは天地の差があるんで、マイナス11というリスクの少なさを生かして、積極的に相手の打点の高い技を読んで打ってもいいと思います。なぜならですよ、ラースは、運び性能、空中コンボの運び性能が全キャラクターの中でもトップかな、トップなんじゃないか、ジュリアとかもいるけどラースの方が上かな、トップクラスなので、どの位置でコンボ指導を当てたとしても、他のキャラよりも壁に届きやすいという特性を持っているから、
コンボ指導が増えるっていうのはもうこいつにとってすごい強化にはなるんですよ。横移動入れ込みとか横移動右アッパーとか横移動ワンツーとか横移動ライトとかっていう横移動入れ込みとかカレーパンチとか、アスカのカスミショーダ横移動 RP みたいな横に避けつつ攻撃する、まあでもパラのステルスニードルかなとかもあれはちょっと発生が早すぎて発生負けしそうだけど、ああいう横に移動しながら相手の技攻撃を避けつつ、まあ、ヒットさせるみたいな技に対してもシンプルにリスクを負わせやすくなるのでいいんじゃないか、しかもカウンターでコンボ行くのでいいんじゃないかなと思います。まあ今までそういう使い方はできなかったんですよね。結構そういう太い読みをして得られるリターンが少なかったので今回はリターンが高いんですよ。多分これフルコンボ入れてこいつの運び性能で壁行って壁コン入れてだと多分半分減らせることも全然あるんじゃないかな。特にアスカなんかマイナス11もらってもいい反撃がないからこのウィンドライガーで効率負けするシーンも出てきちゃうんじゃないかな。うん、だからそこら辺はめっちゃいいと思うんだけどどうなんだろうな。とはいえ、まあ、発生が21なので、まあ、上級者層の戦いだと別に横移動ファジーとかに当たる技ではないですし、要は遅くて横移動ストップ相手の、まあ、すごい長い横移動じゃない限りは、まあ、横移動ガードが間に合っちゃうような発生なので、まあ、手数の多い相手に対しての脅威にはなると思うんですけど上級者がバンバン使うみたいなことにはならないんじゃないかなと思います。でも実際にラースを使っていたら前日の通り壁運びの優秀さゆえの壁活用能力が高いからこれが決め手になることも十分あると思います。いい調整だと思いますね。まあ生粋のラース使いからしたらもしかしたらこれじゃないんだよなってところはあるかもしれないんだけど、まあ、自分視点で見たら結構意識しちゃうなって感じです。今までワンツーとか振ってたところとかなんか無駄に横移動なんちゃらとかしてたのを少し、まあ、意識して抑えたりするじゃないしたくなるかもしれない、うん、まあでも今でも言うて水面シャドウカッターとかがそんな性能してるからあんま変わらないかもしれないこっちの立ち回りは。もともとワンツーとかそんな気軽に振りたい相手じゃないしな、まあ、これはラース使いの皆さんのコメントをぜひ見てみたいのでラース使いの皆さんコメントよろしくお願いします。でもこれはやっぱでもラースが空中コンボに行ける機会が増えるっていうのは強いと思うしこいつの特性である壁運びを生かしたいい調整だと僕は思うんですけど、かといってこれでバーンってラス使い増えて量産型バーンみたいなみんなウィンドライガー左アッパーウィンドライガーワンツーウィンドライガー生ロータッチ途中 RP ウィンドライガーみたいな感じにはならないとは思います。はい、ご視聴ありがとうございました。